お願いします。はじめまして、ジョリージェシカのミッサ系 USA です。今回はいきなりステーキの新たなお酒のリスト、日本酒を、作らせていただきました。今回はとてもビギナーレベルで誰でもが楽しめるお酒のリストです。簡単に説明すると、スパークリングであったり、カクテルのゆず酒、キリッとされた八海山、あとはフルーティーなお酒、あと旨味がいっぱいある酒のリストになっています。なぜ酒にしたかというと、いきなりステーキの美味しさはやっぱり肉の旨味、あと醤油の旨味、あとは酒の旨味、この3つを一緒にいきなりステーキで楽しめていただけたら一番いいと思います。その中で今日特集したいのはフィネックスのお酒です。フィネックスのお酒は、フランスのバンドと一緒にコラボされた竹の皮のお酒です。とてもフルーティーで美味しい純米大吟醸を、こちらのいきなりのブロードウェイ54番の、店舗でしか扱ってませんので、ぜひこちらに足を運んでください。